労省阿蘇九十国立公園管理事務所アクティブレンジャー藤田幸代さん。阿蘇に生まれ、家業である農業を継ぐことにためらいを感じ、都会に飛び出す。都会での暮らしの中で阿蘇の自然の豊かさに気づいた彼女は、環境省のアクティブレンジャーとして阿蘇の地へ。現在、学校へ草原学習の講師や広大な阿蘇の自然環境の保全のためパトロールや利用者指導などを行っている。幼き頃の体験が子どもたちと未来の草原の架け橋となることに戸惑いはない。私は阿蘇に生まれてですね、農家の一人娘で育ちました。なので、いずれ農家を継ぐということで、高校大学は農業関係の学校に進みました。農業の目標もあまり持てなかったので、一回外に出たいと思って、で最終的には横浜とか東京の方にいたんですけど、友達とかがですね、阿蘇に行ってきたんだよっていう話をするんですよね。で、なんで阿蘇に行くの、何にもないのにっていつも言ってたんですけど、阿蘇ってすごいんだよって言われて、こんなのもあるし、こんなのもあるし、こんなのもあるしとか言って、でパワースポットでねがいっぱいあって元気もらえるんだよって言って、どこなんだろうと思って調べたら、全部自分のうちのそばっていうことに気がついてですね、いや私今まで20年以上もね、そこに住んでたのに何を見てたんだろう、うん、っていうことが衝撃、ショックを受けました、うん、で子供たちと帰っ、ちょっとさっと帰りしてみたら、子供たちもすごいなんか馴染んで、うん、楽しそうにしてたので、阿蘇のこの風景を見せて育ってほしいなって思ったんですよね、うん、草原再生協議会っていうのがあるんですけど、草原環境学習小委員会の中の一人として、他の皆さんと連携して小学校等に出前授業に行くことが多かったです。環境省に入るっていうのはちょっとすごくはばかられたんですけど、やっぱり草原学習に関わりたいと思って、でそういう募集もあってたので、それで応募してみました。皆さんが私の話を聞いて、あ、私も昔そういうことをしたとか、あるあるって思ってくれること、でその人がまたみんなに話していくこと、でそうやって広がっていくと思うんですよね。草原を守りたいとか、自然って大事だよねって思ってくれる人が集うことで、そういう何か一歩前に進んでいくきっかけになればいいなと思うので、私が私がではないです。みんなが、あ、そうだそうだって思ってくれる。私がこうやってお話しする意味があるんじゃないかなと思います。昨年から始めています。で、なぜかというと、阿蘇西小学校と小林東部小学校が合併したことで、熊本動植物園のゾーンに草を収めてるんですけど、その収めてらっしゃる牧屋さんが阿蘇西小学校校区ということで、一つになったことをきっかけに、そうやってつなげられるなと思ってお話を進めました。動植物園さんで熊本市の小学生とを阿蘇に連れてきて学習できないかなっていうことを相談されたんですね。なぜかというと、熊本市の動植物園にいるアフリカゾウの2頭がずっと阿蘇の草原の野草を食べているということで、他の日本全国にゾウはいるんですけど、そういう自然の野草を食べているところは熊本でしかないということを聞いてですね、そうですね、子どもたちが
なんで動植物園の人が来るんだろうって思ってたんですけど、阿蘇の草原と熊本動植物園の象が関係してるっていうことを知るっていう知ったことで、その草を象さんが食べてくれたら嬉しいなとか、これからも象さんが元気に育つというか、生活してもらうために新鮮な草とか綺麗な草を収めていけたらいいなっていう声は聞かれます。熊本動植物園の象に30年間もの間草を収めてるのが自分たちの地域にあるっていうことが驚きというか、でまた嬉しいような感じを受けます。それを私たちが説明するのもまたすごいでしょっていうか、みんなの家族であったりとか、おじいちゃんおじいちゃんたちがこうやってつなげてきたんだよっていうのを伝えられるのが私は嬉しいです。小学校では割と継続して学習していただくところも多いので、その手応えは感じているんですけど、中学校になるとそうやって草原学習っていう時間をなかなか取るのが難しいということで、地域学習とか農業体験とかそういうことで何人かは関わられると思うんですけど、みんなで学習するっていうことがあまりないのでですね、そこでちょっとぽっかり空いちゃうんですよね。阿蘇中央高校にはですね、そういうグリーン環境科とか農業関係の科もあるのでですね、そこに行って学んで阿蘇に何か貢献したいとか残りたいって思ってくれる子たちがいるといいなと思うんですけど、そういう阿蘇ならではの学習が継続してできるような環境があるといいなと思います。できれば阿蘇に残って草原とか農業とか、草原を守ったりとか農業を継いでくれるといいなって思うんですけど、やっぱり一旦外に出て阿蘇のことを見直してもらえるのもいいかなと思ってます。阿蘇に残る子もいるし外に出る子もいる。だけど外に出ても全然関われないかっていうとそうではなくって、阿蘇ってこんないいところがたくさんあるんだよっていうことを伝えていくっていうのも担い手の一つだと思うんですね。阿蘇山があって草原があって木々があってっていう、とっても癒されるんですよね。多分子どもたちにはわからないけど大人になったらわかるよって伝えてるんですけど、で仕事に疲れたら阿蘇に帰ってきてねって伝えたりはするんですけど、すごく何にもしないでただ眺めてるだけで言葉にならないものが思いが湧いてくるっていうか、そういうことも伝えてます。とっても大事な場所なんだよって。草原が減ったなっていうのはぐるっと見渡すと木が目立ってきて草原が減ったなと思います。熊本市の水の量が50年前に比べるとかなり減ってるんですね。その草原が減ってることと水量が減ってることがもし関連するのであれば、草原はやっぱり大事なんじゃないかなとか、だから草原だけじゃなくて森とのバランスっていうのも大事なんじゃないかなと思います。野焼きにしてももう下から火をつけたらみんな家に帰って、父とかは家に帰って下から燃えるのを眺めてるっていう光景をいつも見てたので、今はずっとついてなくちゃいけないとか火を消すまではいないといけないとかっていうのはなかったので、その辺が変わったかなと思います。課題といえばやっぱり担い手が少ない、後継者の方が少ないっていうのがあると思います。やっぱり野焼きとかも危ない、命の危険に関わったりするので危ないっていうことと、やっぱり草刈りにしても重労働ですよね。機械が入るとこはいいんですけど、それ以外のところは手刈りをしないといけなかったりするので、
重労働だし、利用の仕方っていうのかな、そういうのが今見つからない状態だと思います。農家の方とかがまた草を使ってなりわいができるような仕組みを作れたらいいなと思います。そして私たちは子どもたちに阿蘇の草原の良さを伝えて、そして子どもたちが草原でこういうことをできたらいいなとか、何か新しい発想が生まれてくるんじゃないかなと思っているので、そういうことを伝えていくことで、何か次の仕事、自分たちがやりたいことが見つかるきっかけになればいいなと思います。草原っていうまだ未知の世界、皆さんが気づき始めたところなんですけど、そこを自分の経験を通して伝えていけることが ありがたいというか、自分のやりがいが見つかったなって思います。